競争原理とは、資源配分の効率性の概念である。これは、個人や集団に必要とする資源が限定されているならば、それを獲得するために競争を行って、優位のものがそれを獲得できるとする考え方である。社会がこの方法で運営されていくならば、その成功者こそがより良い地位や財産を得られる。以上は、資本主義の基本原理の一つでもある。 独占禁止法2条4項によると、競争とは、2以上の事業者が、その通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設または対応に、重要な変更を加えることなく、同一の事業者に同種または類似の商品または、駅務を供給する行為や、同一の供給者から同種または類似の商品または、駅務の供給を受ける行為をし、 またはすることができる状態を言うとされている。競争は、コンペティションに由来し、福沢諭吉によって翻訳された単語である。経済構成を最大にするという意味では競争は、望ましく、その一方で、企業の利潤最大化という意味では企業にとって、競争は避けられるべきである。A.B.E. だ。安雪。世界一シンプルな経済入門経済は、損得で理解しろ。 日頃の疑問からデフレまで、エンターブレイン、2010年3月12日、ISBN 978から4から04から726445から8。ありがとうございます。